はい、どうもめちゃねです。本日私はですね、ダブルツリーバイヒルトン京都東山さんを今チェックアウトしまして、9月1日開業いたしました樹脂谷京都さんの方にね、これからタクシーを拾って向かっていきたいなというふうに考えております。タイのホテル大手デュシットインターナショナルにつきましては、6月にですね、浅井京都市場っていうね、ホテルを開業しまして、2軒目となりますデュシタニ京都というね、ホテルブランドを開業すると、いったところでございます。もうね、タイでは5つ星ホテルということでございますので、非常にね、楽しみです。早速ね、これからタクシーを拾って向かっていきたいなと、思います。じゃあね、早速向かっていきます。はい、お願いします。おお、めちゃめちゃいい匂いですね。はい、タイ大使館とかですね、いろんなところからね、花が届いてますね。はい、今ねデスクの方にご案内されて、これからねチェックイン手続きを行っていきます。はい、こちらねウェルカムドリンクということで、飴がね、溶かしてあって、生姜でね、あえてるみたいな感じです。レイクちょっと飲んでみて。ペロッて甘い。ヤミヤミ。はい、じゃあねこちらのウェルカムドリンクいただいていきます。あれですね、何でしたっけ、あの甘酒みたいな感じでね、氷にさ、美味しい。はい、今日はね3階の方に到着しました。ここは夜23時とかになると閉まる感じですか。で、ルームキーをかざして、はい、承知しました。327なんで、あれ、はい、承知しました。ここに327ということなので、すごいね、あの木をふんだんに使ってまして、月のね、ある感じのお部屋ですね。327正面のお部屋でしょうか。はい、こんな感じとなってます。結構広い炉の字型の建物でしょうかね。はい、お願いします。はい、おお、こんな感じですね。はい、ということで、こんな感じのね、お部屋でございます。こちらのウェルカムスイーツとかねございますね。はい、こちらは通りに面した側のね、ビューみたいですね。まあ、こんな感じの部屋です。ではね、ちょっと詳細を、見ていきたいと思います。はい、じゃあね、それでは玄関の方に戻ります。玄関もなんかね、薄暗い感じではありますけど、暗いわけではなくてね、非常に重厚感がある、感じのね扉でございます。こちら本日のお部屋ね、327号室となってます。隣はなんか広そうなお部屋ですね。こういうね、この字型のね建物という風になっております。はい、で入ってですね、右手すぐね、お手洗いという感じで、スイッチ類がですねこのようにね、ございます。でお手洗いの方の扉はね、引き戸タイプ、はい、結構ね広いんですよね。でこちらはね姿見の、鏡になっているという感じですね。はい、でこのようにウォシュレットがございます。自動でね、開くタイプという風になっています。まあ、こんな感じのね、ウォシュレットでございます。で、こちらには、はい、洗面台がね、ついてございます。黒いね、ボトルのハンドウォッシュがございますね。はい、こんな感じ。はい、で、入って左手の方にですね、こちら、洗面台ですね。ここもね、扉がめちゃめちゃね、ワイドな感じですね。重厚感これめっちゃあります。はい、で、こちらが洗面台となってまして、もうね、普通のプレミアルームなんですが、こちらダブルシンクと
という感じになっております。本日はね4階建てのね3階のお部屋にアサインいただいております。はい、こんな感じで、この黒いところのねアメニティ類が、ございます。バスソロとなんかもねございます。はい、あ、歯ブラシとかもねこういう感じの、もうなんかね最近こういう袋に入ってる感じがほとんどですね。はい、なんでしょうね、シャワーキャップとかで、こちら石鹸がね、ジュシタニのね、ロゴが入って、こちらボディローションがハーンのね、ボディローションとなっております。で、下の方にはですね、タオル類と、あとね、オムロンの、体重計という感じです。ゴミ箱ですね、こちらがね。はい、で、このジュシタニということでね、袋に入っているドライヤー、めっちゃね、重厚感ありますね。このなんか大きさ的にはなんかデプロナイザーとかそんなクラスのドライヤーな感じがしますけど、はい、こちらですねタスカム製のですねノビーバイテスコムという感じでございます。結構ね黒光りしたねドライヤーという感じになっております。いい感じですね。はい、でバスローブがね、このようにございます。 L サイズとロゴとかは胸の方にね、留したりということでロゴが入ってございます。でバスルームですね、はい、このように上の方に、レインシャワーもありまして、はい、ハンドスシャワーもねこのようにございます。で、半製のですねこちらの、シャンプーコンディショナーボディウォッシュがございます。結構ね重厚感があるバスタブという感じになり、もう豪華なね石をフルに、使われてる感じですね。すごい。はい、じゃあね水ちょっと出してみます。はい、まあ水圧はね全く問題ないんじゃないかなというふうに思います。はい、こんな感じのね洗面という感じですね。はい、で右側の部分の方には、はい、こんな感じで扇っぽいやつから何でしょうねロゴがありますね。はい、でハンガーとか傘なんかもございます。はい、でこちらですね下の方には、はい、ランドリーですね。はい、クリーニングメニューなどもこのようにねございます。先ほどねピンポンが来たのはレイ君のね誕生日の、アメニティということでいただきました。ちょっとね私まだ見てないんですけど、後ほどね見させていただきたいと思います。でこちらスリッパですね。はい、足元スリッパこのようにございます。はい、こんな感じのね白いタイプの、シンプルな、はい、モフモフのスリッパとなっております。そしてこちらのね、収納部分ですね、こちらも同様に、ハンガーございますね。で足元の方は、はい、セキュリティボックス、セーフティーボックスがね、このようにございます。下は、あ、浴衣ですね、 M サイズ、L サイズということでございます。結構ねシックな感じでお月のね、ある感じの浴衣じゃないかなというふうに思います。で、こちらね、お風呂の照明とか、エアコンのスイッチございます。で、こちらベッドルームでございますね。はい、テレビも結構大きい70インチ近く、これもね角度が変えられて引き出しできるねタイプのテレビというふうになっております。でこちらがですねベッドルーム、結構白をね基調にしてて、なんかね木っぽい感じなんだけど木じゃないのかなね、すごいスエードっぽい感じのね触り心地。はい、でこちらにですね、はい、コントローラーがございます。 USB8 コンセントがねございますね。 USB-C に関しては特段ない感じです。で時計と引き出しは定規灯がねございます。で反対側の、ベッドですね。はい、こちら、あ、これ読書灯なんだな。ここにね読書灯がございます。くるっと回してね電気がつくタイプ。はい、でこちらにも同様にコントローラーがあって USB-A とコンセント、はい、でワイヤレススピーカーとテレビのリモコンですね、こちらね YouTube とか Netflix などもございます。でこちらの引き出しはカラーですね。テイ君何もらったの？おーすごっ。はい、こんな感じでマカロンとブドウとイチゴもらいました。テイ君お誕生日おめでとうございます。おめでとう。はい、
こんな感じでね、お誕生日おめでとう、これからも元気でたくさん良いことがありますようにということで、お子様用のね、ちゃんとね、開業して間もないのにご準備いただいた感じですね。ありがとうございます。はい。で、湯飲み茶碗とか、茶器、急須がね、このようにございます。見ててね。はい。で、おしゃれな光景ですね。で、こちら、お菓子、あ、ここにもね、おめでとうございます、これもおめでとうございますって書いてある。すごっ。下に京都ということで書いてありまして、これはね、梅、違う、柚子、柚子か白っていうんですかな、はい、柚子のお菓子なのかな、はい、こんな感じですね。で、ソファーが、このようにございまして、はい、ここもね、あの照明のところに間接照明があって、照明のところ、障子のところにね、間接照明がね、このようにございますという感じですね。はい。で、こちらがね、ミニバーのコーナーとなってます。エスプレッソマシンの、ポーションと、なんだろう、アルミのね、水のボトルがちっちゃいのと大きいのとある、どういう使い分けなんでしょうかね。で、コーヒーカップとアイスペール、そしてバリミューダ製の、はい、こちらですね、電気ケトルがございます。コーヒーカップって言った？で、エスプレッソの、コーヒーカップと、はい、ここら辺グラス類がね、ございます。で、下が冷蔵庫ですね。はい、こんな感じでですね、炭酸水とか、ビールとかですね、ソフトドリンクなどがございます。こちらのね、オーガニックドライマンゴーなども冷蔵庫に入ってますね。はい、こんな感じのキャラメリゼチョコレートとかも入ってます。チョコレート？はい、キャラメルチョコレート食べる。で、こちら、これもね、お菓子、あとウイスキーとかね、ございますね。はい、触んないよ。食べたい。で、あとはスプーン、フォークとお皿ですね。それとネスプレッソマシンのポーションと、紅茶はね、TWG という感じになっております。はい。で、メインバーのね、メニューが、このようにございます。ソフトドリンクとかがですね、スパークリングとかで1100円、コーラとかも1000円とか、まあ、そんな感じのね、はい、価格帯となってますね。ビールが1500円とか、そんな感じです。これめくっていただくとウイスキーとかもね、あるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで、平米数的には確かね、40何平米ぐらいだったかなと思いますけど、まあやっぱりね、かなり広く感じられるお部屋です。天井なんかも、ね、非常に、高いですね。はい、じゃあちょっとね、テレビをつけてみたいと思います。テレビになんかね、最近やっぱメニューが結構あったりするので、まあどんな感じがね、見ていきたいなと思います。はい、ホーム、そして、ホテル案内とね、ございます。ホテル概要だったりとかですね、ダイニング&バーですね。はい、あやたやとかあやたなとかですね、紅葉とかザ・ギャラリーとかのご案内がございます。ティーサロンとかですね。で、エクスペリエンスということで、はい、こんな感じでね、京都のね、エクスペリエンスなどが結構ございます。着物のテールとか帯の感じですね。やっぱりここはね、やっぱり外国人のインバウンド狙いという感じでしょうかね。はい、デバラナウェルネスとかシティガイド、交通案内などが、ございます。で、エンターテインメントで、YouTube、Netflix、Unext とかね、見ていただくことも可能となってます。それ以外はね、海外放送だったりとか、デュシタニチャンネルなどもね、ございますね。はい、これはなんかデュシタニのブランドのね、紹介なのかなと思いますね。はい、ということで、まあ、ちょっとね、電源は切っておいて、音声ね、切っておきたいと思います。はい、まあ、本日こちら9月1日開業の、デュシタニ、京都さんの方にお邪魔させていただいております。本日はね、開業2日目の9月2日に1泊させていただくということでございます。いかがでしょうか。はい、それではね、 Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度の方がね、出ました。インターネット速度、ダウンロードが 51Mbps、 アップロードが 48Mbps、 Wi-Fi の速度が 131Mbps となってまして、多分ね、大丈夫じゃないかなと思うんですけど、ちょっとね、分かりづらい感じでございます。多分ね、大丈夫じゃないかなというふうに思います。
はい、ということで本日はですねこちら、昨日9月1日に開業いたしましたデュシタニ京都さんですね、タイのホテルブランドでございまして、デュシットインターナショナルが京都に、浅井京都市場っていうのがねあるんですけれども、そちらと同じグループ、2軒目となりますデュシタニ京都さんの方に、チェックイン手続きをね今させていただいて、お部屋で一段落ついたと、言ったところでございます。もうね全体的にね落ち着いてる感じ、まあただねやっぱり、ね、初めて泊まるホテルブランドっていうこともあるので、もうかなりね様子を伺いながらという感じですね。どこに近いかな、感じとしてはなんかよくわからないですね。まだねよくわからない。でもね非常にとりあえず落ち着いているという感じで、特筆してこれはどうだっていうのはねまだちょっと今見つけられていないと、いったところでございます。でですね、まあ今日土曜日宿泊っていうこともあるんですが、デュシットゴールドのですねエリートステータスを獲得したんですが、まあ特段ね、アップグレードっていうのは残念なことに、ないといったところでございます。ただねまあお部屋高層階のまあ4階建ての一応3階になるのかな、アサインいただいたという感じで、明日のねチェックアウト時間もね特にご案内はなかったんですよね。デュシットゴールドのエリートステータスだと、まあ、空室の当然ね、状況にもよるんですけど、最大でね、18時までのレートチェックアウトが可能といったところですけど、まあ、開業ね、したてのホテルっていうこともあるので、まあ、そこまではね、多分難しいんじゃないかなっていうふうに思いますけども、まあ、後でね、チェックアウト何時まで行けるのかっていうのはちょっと聞いてみようかなと思います。まあ、ただね、いずれにしても明日は、奈良の方にね、向かう予定がありますので、そんなに遅くまではね、いる予定はないんですが、まあ、ただね、どういった特典が、恩恵が享受できるのかっていうのはちょっと知っておきたいなというふうに思うので、まあ、ちょっとそこはね、聞いてみたいなというふうに思います。で、こちら館内ですね、ジムとかもありまして、宿泊者は24時間ね、利用していただくことはできます。で、プールもね、ありましてですね、お子様はなんかね、利用できなさそうなんですけども、ちょっと後にね、一応確認してみたいなという思いますが、基本的にはスパがね、16歳以上と、いう感じになってて、プールもね、そのスパエリアの中に含まれているので、おそらくね、16歳以上の利用ということになるんじゃないかなと思いますけれども、プールに関しまして朝の7時から夜21時までね、利用ができるといったところでございますので、まあちょっとね、様子を見てですね、覗きに行きたいなというふうに思います。それ以外一応ね、アフタヌーンティーの提供があったりとか、レストランで夜のね、ディナーあったりとか、あとインルームダイニングのね、メニューなどもあったりするので、まあただね、まあせっかく京都来たので、ここでね、食べたいっていうのも当然あるんですけども、まあ京都のね、お店でご飯食べたいっていうのもあるんで、ちょっと今葛藤中でございます。ちょっと外で食べる可能性は高いかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとね、今も15時半ぐらいですかね、回ったところでございますので、ちょっとゆっくりさせていただいて、まあ、夕飯どうしようかなっていうのは決めていきながら、まあ、あと館内散策とかね、していければなっていうふうに思います。今のところね、まあ、可もなく不可もなくっていう感じで、まあ、ただね、価格帯的には、予約開始の段階だと、まあ、7万円とか8万円とかね、まあまあ、やっぱり京都だよなっていう価格でスタートしていたものの、今はですね、税差込みでも2万3000円とか、2万7000円とかね、まあそのぐらいで今予約が取れているという状況でございますので、これがね、いつになったらその当初の想定通りの料金に戻るのか、戻らないのか。って言ったところはもう本当にね、不透明なところでございます。まあ多分ね、知ってる人は知ってる、っていう感じでしょうけど、まあ日本人にはあまり馴染みのないね、ホテルブランドなのではないかなっていうふうに思います。私もね、正直すいません、存じ上げなかったと、言ったところでございます。まあただね、ちょっと気になる、ホテルブランドだなっていうことでね、やってまいりましたので、まあちょっとね、堪能して過ごしていきたいなっていうふうに思いますし、その様子をね、皆さんにお届けできればなというふうに思います。ということで、ちょっとね、ゆっくりしていきたいと思います。はい。じゃあね、もう間もなく、17時、今16時40分回るところですので、まあ今ね、最有力候補はですね、まあちょっと本願寺の方にあるね、頑固っていうね、定食屋さんの方に行きたいんですけど、まあホテル内のね、ちょっとレストランもどんな感じなのか、レストラン、レイクは なぜかね、ホテル内のレストランで食べたいと言ってるんですけど、あやたなっていうね、ホテル内のレストラン、そもそもお子様が不可だったりとかね、もうそういったホテルの、レストランもありますんで、まぁ、あ、ちょっとね、動向を確認するために、向かっていって、最終的にどこにしようかなっていうのを決めていきたいなと思います。とりあえず、行ってまいります。はい。地下1階の方にね、レストランがあります。B2 がですね、ジムとかプールとかウェルネスになってますので、B1 の方ね、ちょっと見ていきたいと思います。まあ、ただね、12歳未満は基本的に入れるお店はございません。
はい、こちらね庭園の方はね出れる感じになってますね。はい、すごい夜とかなんか雰囲気良さそうな感じしますね。はい、まあ、レストランね外から見るとこんな感じですね。でこちらもね、デン京都というね、バーになってますね。結構ねここ声が響く感じですね。はい、まあ、やっぱりね大人な雰囲気のね、レストランですね。であちらの方からも、出ていくことがね、可能みたいですよ。こっちはどこに繋がってるんでしょうかね。はい、こんな感じですね。はい、ここは何でしょう、あ、紅葉とかですね。はい、ここが、紅葉と、カティですね。こちらのね2店舗とも、12歳未満がね、入れないレストランという感じになっておりますので、12歳以上はね入れるという感じです。はい、ロビーフロアの方にはねこちらのエスカレーターで上がっていただくことができます。はい、じゃあね結局レイ君がね食べれるレストランがなさそうなので、西本願寺別邸にあります、頑固っていうね、定食屋さんの方に向かっていきたいと思います。まあねお子様連れはもう基本やっぱインルームっていう感じですね。で今ね、プールの撮影につきましてもちょっと依頼させていただいてますけど、反応的にはね結構厳しそうな、感触でございました。ちょっとね難しいかもしれません。裏をね通るとねもうこんな感じで結構お店があってですね、なんかちょっと京都っぽい感じしますね。はい、樹下にのね脇の道を通るとねこんな感じでもうめっちゃね京都って感じですね。はい、ということでね西本願寺ですね、こちらの別邸の方にね頑固っていうね定食屋さんがあるみたいです。はい、こんな感じでおでん定食とかですね、本日のお作り定食とかあります。そう良さそうですね。はい、今ね食事から戻ってきましたが、もうねフロアのところがオートドアがね閉まってますね。はい、ごちそうさまです。今ね夕飯いただいてお部屋の方に戻ってまいりました。でプールのね撮影等につきましては今ですね、まあ、スタッフさんの方に依頼させていただいてですね、まあ、19時以降にですね PR 担当のね部署から直接連絡をいただけるということでございますので、まあ、それ次第ではね、プール取れたり取れなかったりっていうところではありますけど、まあそれまではね、これから一応ターンダウンが来るぐらいで、特に予定がないので、客室内でですね、動画の編集したり、まあちょっとね、ゆっくり過ごしていきたいなというふうに思います。はい、19時半ですけど、今しがた、PR 担当の方からご連絡をいただきまして、無事にね、プール撮影許可おりましたので、プールがね21時までとなってますので、21時ちょっと前ぐらいにですね、伺って撮影の方に、ね、していきたいなというふうに思います。行ってまいります。はい、それではね撮影の方に向かっていきたいと思います。地下2階ですね。はい、こちらのウェルネスジムプールの方に向かっていきます。すいません、お願いします。ベッドルーム後ほど。あ、はい、承知しました。4つございまして、はい、はい、腰式マッサージができる痛いやつですか。足を使ったりするものがこちらです。あ、なるほど。これはじゃあご夫婦とかカップルとかでも大丈夫なお部屋っていう感じですか。あ、そうです。お二人でなんですが、はい、京都の条例で、はい、男女その奥にお風呂があるんですが、はい、この混浴が禁止の条例がございまして、はい、分かれてるんですね。浴場を含むエリアということで男女はここも使ってはいけないと言われているので、はい、なるほど。まあ、女子ですとか同性同士であれば受けていただける、そういう条例があるんですね。はい、はい、ありがとうございます。うーん、すごいですね。はい、そしてジムの方ですか。そうですね。はい、ちょっとまたご案内するのが、はい、はい、ボイスの中からプールにつながる。あ、承知しました。ございまして、はい、こちらはジムですね。はい、
ここのエリアは全て 16歳以上ですよね。そうでございます、はい、ジムが、こんな感じですね、はい、あヨガだったりとか、はい、ありがとうございます。すごい広いですね、はい、まあ、こんな感じでお水がねこのようにあったりとかですね、はい、最新のものがございます。プールをね、このように見ていただくこともできる感じですね。セラピーって言われるもので、はい、ベッドと、まあ、押していただくとあそこの泡が出たりとか、こっちも あやって出てくるんですね。ありがとうございます。まあ、プールねこんな、感じでございます。そしてカバーなんですね。シートも、2つ席ぐらいなので、なんていうんですかね、予約制ではないもののやっぱり人が多くなってくると、人数制限をね設けたりするという感じみたいですね、はい。まあ、こんな感じの、プールとなっております。ここもひょっとすると日中とかの方が雰囲気はいいかもしれない。夜は夜でいいですよね、はい。まあ、こんな感じのプールとなっております。で一定の時間でね、流れが止まるという感じですね。はい、まあ、こんな感じです。はい、ありがとうございます。ドライサウナ、人数的に2名かマックス3名、2名ぐらいですよね。1名か2名か、ね、そんな感じですね。はい。で水風呂、あ、暖かいお風呂、水風呂ではない、水風呂は逆にないですね。そうです、はい、まあ、プール入っていただくか、シャワーとか、はい。でアメニティも、あ、お部屋とはね、違うドライヤーでレプロナイザー 7D がね使われてるっていう感じですね。なんかここら辺の方がなんか高級感っていう感じですね。でお手洗いと、ロッカーという感じです。はい、車椅子の方でもこちらバリアフリー対応の、シャワールームが、ね、あるということでございます。すごいですね。これはあまり、ね、他の施設では見たことないかもしれないですね、はい、もう完全にバリアフリーとなっております。はい、おはようございます。いや、昨日はねプール撮影させていただいてですね、そのまま時間がなくなってしまったので YouTube ライブの方にね、突入してしまいました。でそのままね寝てしまいましたっていう感じです。ライブの方につきましてはですね、アーカイブ上の方にリンク出しておきますので、よかったらそちらもねご参照いただければなというふうに思います。でこれから身支度を整えてですね、朝食ねいただきに向かっていきたいなというふうに思いますけども、まあこちらデュシタニ京都さんね、お子様がね12歳未満が入れないということもあって、まあレストラン自体はね初めてお伺いするような形になりますんで、非常にね楽しみですね。和食があるのか、タイ料理はあるのか、お子様が食べれるね、メニューなどもあるのか、まあ、そこら辺もね、チェックしていければなというふうに思います。ということで準備整えて、ね、向かっていきたいと思います。行ってまいります。こちらね朝食会場の、あやたやでございます。レストラン自体はお子様とかなんですけど、子供用の椅子はね一応置いてある感じですね。はい、こちらですね、ビシタニ京都さんの朝食メニュー6325円、今回ねエリート特典で、無料ということですけど、こちらからですね一品ねお願いするような感じですね。ウェスタンスペシャリテということで、普通のね洋食メニューと
タイメニューですね、ガパオライスとかタイのおかゆ、あとパッシーユ、そしてね、スイートということで、フレンチトーストとかで、一押しはね、フレンチトーストということで言われましたので、フレンチトーストね、ちょっとお願いしようかなというふうに思います、まあ、こちらから一品とですね、あとは、こちらのね、紅茶とか飲み物から、一品お願いするような形です、フレッシュジュースとかにつきましては、セミビュッフェみたいなところからね、コーヒーとかも取っていただくことができるというふうになっております。はい、まさかのね、一押しが、フレンチトーストということで、特にね、和朝食みたいなものは、ございません。はい、とりあえずレイ君はドーナツですね。はい、こちらがですね、妻がね、注文しましたガパオライスですね、まあ、普通にやっぱひき肉と、あと、卵ですね、はい、フライドエッグみたいなのがね、あるといった感じです。はい、でこちらがですね、スタッフさん一押しの、フレンチトーストということでございます。まさかのね、フレンチトーストが、一押しということでございます。まあね、ちょっとふんわりしてそうなの気になりますね。はい、こんな感じで持ってまいりました。これがね、オーダーした一品で、ビュッフェ台の方にですね、ご飯だったりとかお味噌汁、あと京漬物とかですね、和のセットはね、和定食みたいなものはないですけど、和のものはね、取っていただくことが可能というふうになってます。まあ、それ以外ハムだったりとかサラダとか、あとフルーツとかはビュッフェという形でございます。まあ、ただね、ビュッフェ自体は10時半が、ラストオーダーというか、まあ、どんどんね、片付けられてしまいますので、10時半までにね、ゆとり持ってお越しいただくのがいいんじゃないかなと思います。はい、それではね、いただいていきたいと思います。今回はね、メインをフレンチトーストにしたんですけども、まずね、ご飯の方からいただいていきたいと思います。白米とかもね、結構ツヤツヤでね、美味しそう。いただきます。うん、結構ね、漬物があるのが嬉しい。めっちゃうまい。あとはこういう感じでね、結構ラタトゥイユだったりとか生ハムとかもね、あっていい感じです、うん、生ハム。じゃあ続いてのこちらメインの、フレンチトーストですね、まあ、これをちょっとね、蜂蜜をかけて、メープルなのかな、なんかね、めっちゃ美味しそうなんですね。はい、じゃあね、フレンチトーストの方をいただいていきたいと思います。お、すごい、めっちゃふわふわ、断面もめっちゃきめ細かいですね。うん、結構ね、おすすめって言ってただけあって、めっちゃふわふわで美味しい。はい、もうね、間もなく10時半、もう10時20分なので、ちょっとね、急いで、食べて部屋の方に、ね、戻ってきたいと思います。はい、そしてね、フルーツの方も持ってきました。フルーツもね、すごく新鮮で美味しそうな感じですね。はい、こちらのね、サラダは、タイのね、スパイシードレッシングがね、めちゃめちゃ美味しかったので、サラダだけね、おかわりをさせていただいております。はい、ごちそうさまでした。朝食ね、めちゃめちゃ美味しかったです。あの、混雑もね、特にしてなくてですね。まあ、昨日、あの、開業日でね、泊まった方の朝食の時も、今日とね、ほぼ同じぐらいという状況でございました。結構ね、ところどころ、あの、タイのね、あの、スパイシードレッシングとかあったりしますけど、辛いんだけど美味しいですね。そしてね、あの、和朝食はないんですけど、ビュッフェのところにですね、あの、白米だったりとか、あの、魚とかね、漬物とかあるので、あの、お子様とかいらっしゃっても全然大丈夫、でレストランはね、ディナーとかは12歳未満入れませんけど、ちゃんとお子様用のね、しっかりとした椅子もあるので、まあ
全くねお子様がダメというホテルではないんだなっていうふうには、思いましたね。はい。で、総じてですね、お料理なんかも非常にね、美味しかったので、タイ米、ガパオライスとかで利用されるお米がね、ちゃんとタイ米で、和朝食、和朝食じゃないな、和でね、いただく白米とかは、ちゃんとね、日本のね、美味しいお米でございました。めちゃめちゃね、良かったです。まあ、総じてですね、まあ、今回はダブルツリーバイヒルトン京都東山さんからタクシーの方で移動しましたけど、まあ、よくよくね、立地とかを確認したところ、京都駅からも徒歩ね、11分の立地とありますので、まあ、スーツケースずっとね、引っ張って11分行けなくはないですけど、そういったこともできますけれども、まあ、京都駅だったり周辺のね、観光拠点とするっていうのも当然非常にね、いいんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、何よりですね、やっぱりこの価格帯で予約取れるのは多分ね、今だけだと思うので、絶対ね、上がってくると思います。まあ、当初はね、だって予約の開始当初は、一泊7、8万円とかでね、からスタートしてるので、やっぱり目線としてはね、多分そのくらいから、ということで考えてらっしゃるんだと思います。今ね、3万円切る料金帯で、これ、朝食付きで取れるっていうのもなかなかないと思いますので、ぜひ、お試しいただくっていうことであれば、今この料金帯のタイミングでですね、絶対泊まっていただくのが、いいと思いますので、ぜひね、気になる方試してみていただければな、というふうに思います。はい。ということでね、ちょっとお腹いっぱいですけど、ゆっくりね、休ませていただいて、まあ今日は1時ぐらいにチェックアウトしてですね、シスイラグジュアリーコレクション、奈良ホテルさんの方に行こうかなというふうに思ってますので、それまで、動画の編集だったりホテル内でちょっとゆっくりさせていただきたいなというふうに思っております。ということで、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL ね、貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないように、ぜひチャンネル登録、ベルマークのね、通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。